回の動画ではメインストーリー11章戦火エンジンと同時に実装されるオペレーター、シージから命を受けて貴殿の補佐に来た。必要とあれば厳しく監督させてもらう。前衛オペレーターバグザの紹介及び簡易解説を行っていきます。灯籠騎士イザベル・モンタギュー、シージと我が盟友たちを代表して貴殿にご挨拶申し上げる。衣装が騎士らしくないだと？見た目で判断するんじゃねえぞ！バグザはシージをリーダーとするストリートギャンググラスゴーギャングのメンバーの一人で、パンクな服装と入植会話からも分かる通りギャングらしからぬ口調を特徴としています。この口調については彼女の経歴が関係しており、彼女はシージと同じでストリート育ちではなく、第3代マンチェスター伯爵の娘にして灯籠騎士としてその一生をヴィクトリアへの忠誠に捧げた身分、つまりヴィクトリアを守る騎士というのが彼女の元々の身分です。そのため現在こそはギャングの一員として行動はしているものの、行動はかなり規律的、普段の口調も粗暴な雰囲気を見せようとはしているものの、部分部分で育ちの良さが垣間見えます。そもそもラグザが所属していた灯籠騎士とは何なのか。灯籠騎士とは戦術したようにヴィクトリアに忠誠を誓った騎士たちであり、一般的な視点から見ればヴィクトリア皇室を守る騎士貴族にあたる身分です。しかしラグザが正式な灯籠騎士の身分となったのが16歳の時なので、1091年頃アスラン皇室がヴィクトリアから脱出したのが1074年頃で、それ以降ヴィクトリアの玉座は空席のままなので、ラグザは皇室自体を守ったことは一切なく、空白の玉座をただ守るのみでした。それでもラグザは王はいつか玉座に帰ってくる、そうすれば灯籠騎士の雪辱も晴らせるという死の教えを信じて玉座を守り続けました。しかし王宮を守る灯籠騎士が鎮座する塔の前に現れたのは王ではなくサルカズたちでした。当時灯籠騎士としての任についていたのはたったの29人。サルカズたちとは死闘を繰り広げはしたものの、その圧倒的な数になす術もなくバグザを除いて全滅。ダグザもその場で死ぬまで戦うつもりではありましたが、死たちがダグザを生き残らせるために嘘をつき、結果的にダグザは死線をくぐり抜けることになります。その後はアスラン皇室の生き残りを探す旅に出て、シージがグラスゴーギャングのリーダーとして行動していることを知り、今度こそ王を守るために自身もグラスゴーギャングに加入しようと考えました。しかしことがそう簡単に運ぶことはありませんでした。それもそのはず、アスラン皇室を失墜させたのは紛れもなくヴィクトリア貴族たちであり、ダグザにその気はないとはいえ貴族出身ということに変わりはないからです。それ以降は事情を知るインドラとモーガンにはことあるごとにボコボコにされましたが、それでも彼女は諦めはしませんでした。インドラやモーガンからは喧嘩の仕方を教わり、お行儀の良い言葉遣いを強制し、何としてでもシージがいる今の環境に慣れようとしました。ダグザは行動でヴィクトリアとシージへの忠誠を示そうとしたのです。その結果はご存知の通りで、シージはダグザを大切な仲間として迎え入れました。王を守る騎士としてではなく大切な友人として。ただ以前よりかは随分といい意味で粗暴にはなったのですが、やはり騎士としての規律を完全に崩すというのはかなり難しいようで、インドラやモーガンから喧嘩を教わっていた時は丁寧に喧嘩の作法を録音したりノートに取ったり、他のメンバーたちが酒を飲んでいる時も騎士の行動規範を熟読したり剣の練習をしていたりと、真の部分は変わってはいない様子。灯籠騎士最後の生き残りとしての使命感が彼女にそういった行動をやめさせないのかもしれません。なお彼女のパンクな衣装も本人曰く身分を偽装するためとのことで、確かにこの衣装のおかげでダグザを見ても一目では灯籠騎士ということはわかりません。シージの身分を隠すという点でも一役買っていることでしょう。ただダグザの宿舎に隠されているファッション誌やアクセサリー、ヴィグナの食堂真夜中ロックコンサートやアシッドトロップのスケボー大会で彼女の姿が確認されているあたり、単なる偽装のためにパンクな衣装に身を包んでいるわけではなさそうですが、彼女の肩には言動を見るに常に最後の灯籠騎士としての責任の重圧がのしかかっているようにも見られるので、息抜きできる小さな趣味があるという意味ではいいことなのかもしれません。なお灯籠騎士には王を守るという役割の他にも、騎士長には灯籠騎士が解任または殉職した際にはその生涯を灯籠騎士の書にまとめるという伝統があります。しかし灯籠騎士は現在はダグザしかいないので、当然この生涯をまとめる作業もダグザがしなければなりません。
バグザはロンディニウムを脱出してからの2年間、その役目を全うするべく、丁寧に情報を照合してまとめてきました。ロンディニウムの帰路で、彼女は未だ書かれていない白紙のページを見つめ、自分も死のように、あらかじめ自分の生涯をまとめておこうと、何度も思っていた様子。ダクザ自身はどんな戦いであっても、自分の命をとして王の後継者を守ると考えていたからです。しかし、そこでいざペンを手に持っても、なぜかいつも誰かに邪魔されていました。邪魔をしてくる相手はグラスゴーの仲間たちだったり、ロドスのオペレーターだったり。この出来事が、彼女にもこの先、長い未来が待っているということを気づかせる出来事になってくれるのかもしれません。ダクザのモチーフは、昇進2のイラストを見る限り、黒豹でしょう。ただ、黒豹はあくまでも豹の黒変種なので、黒豹という種は存在しません。メラニー色素が過剰に生成されてしまい黒色調になった結果が、メラニズムもとい黒変種というわけです。なお、その逆であるメラニン色素が不足し白色調になることをリュウシズムと言います。よく聞くアルビノはメラニン色素が不足ではなく、そもそも生成できていないのでまた別の扱いです。そのため、黒豹も豹であることに変わりはないので、非常にわかりづらいですが、通常の豹と同じく豹柄が存在しています。ちなみに、リュウシズムの個体はその色から野生下での生存率はあまり高くはないとされていますが、メラニズムの個体は暗闇に紛れ込みやすいといった利点から、比較的生存率は高いとされています。とはいえ、例えば海の頂点捕食者であるシャチのアルビノは、野生下でも生存しているようなので、結局のところはその動物は食物連鎖の中で、どの立場にいるのかが大きく影響していることに変わりはないのでしょう。ロンディニウムを離れてから、私が鍛えたのは、騎士としての戦闘技術だけじゃねえぞ。そんな私の今の実力、見せてやろうじゃねえか。バグザは、マウンテンやインドラと同じ投資タイプの前衛オペレーターで、12章のステージで使用した際、性能が強化されるいわゆる特攻タイプのオペレーターとなっています。素質1は、攻撃時、一定確率でその攻撃の攻撃力が上昇する効果と、シージやインドラといったグラス号のオペレーターの周囲で、敵が撃破されるたびに攻撃力上昇効果が強化される素質。そして、11章のステージで使用時、最大 HP が上昇し、敵を攻撃するたびに敵に与えたダメージの一定割合分、HP が回復する素質を有しています。スキル1は次に物理ダメージを受ける際、受けるダメージを一定割合減少させ、次の通常攻撃の攻撃力を上昇させるというスキル。このスキルの最大の特徴は、悲劇回復スキルという点。通常の運用だと、攻撃回復よりも回復速度が遅い上に、ブロック数が1なので、頻繁に発動させることができるスキルではありません。しかし、ブレミシャユと組み合わせることで、SP を攻撃と悲劇の両方で回復させることが可能になるので、一気に発動間隔が短縮、かなり実用的なスキルへと変貌します。11章であれば、ここからさらに攻撃をするたびに HP が回復していくことになるので、短期での運用も十分視野に入れることができるでしょう。スキル2はスキル発動中、攻撃力が上昇、攻撃が2連撃となり、素質1の発動確率が一定確率上昇するスキル。スキル1と比べると目立った点はありませんが、ブレミシャインと組み合わせないのであれば、こちらの方がスキルとして安定します。素質1の性質上、スキル2は敵を倒せば倒すほど威力が上昇するスキルとなっているので、スキルの発動は出し惜しみしない方が良さげです。とはいえ、最大火力を出すには18体もの敵を倒す必要があるので、初動はスキル2をセットしたシージとダグザを同時に配置して、シージにザクを買ってもらい、素質1のブーストをしてもらうといった運用をした方がいいでしょう。ダグザの基地スキルは訓練所に関するものの一つのみ。訓練所に協力者として配置時、前衛の訓練速度をプラス 30% し、訓練対象の職種が闘士なのであれば、訓練速度をさらにプラス 45% するというスキル。基地スキルに関しては、現状アイリーニの基地スキルがあまりにも優秀すぎるということから、アイリーニ以外の基地スキルは死にスキルとなってしまっているのは否めず、ダグザの基地スキルに関しても変わりはありません。アイリーニを所持しているのであれば、ダグザを基地スキル目的で使用することはまずないでしょう。出発だ。油断してはいけません。私に指図するネーバティン。拝命した。光がこの地を守り抜く。鍵
減はしますよ。1、2、3、そこだ。こっち向け。私がついてる。心配しないで。心配しないで。ビクトリアのために。剣を用いずとも貴様らなどやすやすと貫いてみせるわ。ビクトリアのために。Mission accomplished.